皆さんこんにちは。さあ今日から神セレボが来てます。ジャマル復活でございますね。あとホンドキングがちゃっかりいるのも素晴らしいですね。コインは計画的にいきましょう。で今回の動画なんですが、まあ、なんかマスカレードマレーセントだったり、前の月はマレウスだったり、今回のジャマレだったり、個人的にですよ、個人的になんかマレーセントのブームが割とツムツムで来てるのではって勝手に思ってるので、今後マレーセントって何体出るのって話でございます。まあ、今回のマスカレードマレフィセントもそうですけど、何かしらの元ネタがあって、今までのマレフィセントだったり今回のマレフィセントだったりって実装されてるので、まあディズニー知識がある僕がマレフィセントが出てくる作品だとかイベントだとかを話していきたいと思います。なおこちらの作品たちのネタバレが多少あるので、お気をつけください。ではよろしくお願いします。ではまずマレフィセントドラゴン実写、なんかマレフィセントドラゴンの方って1回しか来てないんですよね、眠れる森の美女ので。実写のマレフィセント2で彼女が、まあ、ドラゴンみたいな感じになります。まあ、どっちかっていうとなんか鳥なんですけど、あの実写の方のマレフィセントってなんか妖精っていうよりなんかフェニックスっていうなんかすごそうな鳥の末裔らしいんですよ。で変身した時がなんかドラゴンっぽくないし、妖精なのか鳥なのかよくわかんないって感じで、まあ、実写マレーセントね、あのまあジャマレって言った方がいいか、ジャマレの変身バージョンっていうことで出すことは全然可能なんじゃないかなって思います。では次、小さな妖精マレフィセント、まあ、これは勝手に僕がつけた名前です。こちらはマレフィセントの、まあ、映画の序盤に出てきた幼少期のマレフィセントですね。ちっちゃい時のマレフィセントってこういう感じだったんだよってことで、まあ、キュートエルサとかキュートアナみたいなのがいるので、なんか同じノリで今後来るんじゃないのかなって、まあ、出すことはできるんじゃないかなって思います。まあ、ただちょっと強くなさそうではあるんですけど、まあでも見た目に騙されちゃいけないのがツムツムなんでね。では次はディセンダントマレフィセント、はい、こちらディセンダントっていうディズニーチャンネルなり D ライフでやってた映画で、ディズニーのヴィランズたちの息子や娘の話でございます。こちらの主人公がマレフィセントの娘になってまして、マレフィセント本人も出てきますし、なんなら敵対してね、ドラゴンにもなります。であとこっちはなんか雰囲気が紫っぽいので、ツム自体のデザインも割と差別化はできるのかなって思ってたりします。ディセンダントはね、ディズニーが好きな方をねくすって笑わせに来る小ネタとかめちゃめちゃあって面白い作品になってます。では次からはディズニーパレードとかです。次はパレードマレフィセント、はい、こちらはディズニーランドパリでのパレードに出てきたマレフィセントドラゴンになってるんですが、まあ、かっこよくないですかこのフォルム。中に人がいて人力で動いてるんですよね。でしかも火を吹いたりすることができる機能もありまして、まあ、一回これのせいでねディズニーランドが火事になったこともあるんですけど、まあ、とにかくディズニーツムツムでとかのイベントってなんか海外のアトラクションを引っ張ってきたりとか実はしてるので、まあ、いつか来れるんじゃないかなと思います。何よりかっこいい。次はファンタズミックマレフィセント、はい、こちらは昔東京ディズニーシーでやってたパレードで出てきたマレドラでございます。ファンタズミックといえばつむつむにもミッキーがいますよね。まあここからも全然来ていいと思いますしね、ファンタズミックはマジでもうみんながね素晴らしいって言ってるパレードなのでね、機会があれば、まあ、昔の YouTube とかでね引っ張ってきて見てみるのもいいのかなって思います。では最後マレウス、はい、もう知ってますね、はい、もう言うことないです。追世代に待ちましょう。はい、でこっからはちょっと番外編みたいな感じで、マレフィセントじゃないけどなんかマレフィセントに近いスキルとかなるんじゃないかなっていうキャラクターを紹介します。こちらディアバロドラゴン、はい、こちらも実写からなんですけど、こちらはマレフィセントのカラスディアボロっていうのがねいます。ジャマレとかでおなじみのやつですね。で実写はディア・バロっていう名前になってて、なんかバトルシーンの時にマレーセントの魔法で一時的にドラゴンに変身して、あそっちがドラゴンになるんかーみたいなシーンになってるんですけど、なんか火吹いたりしてるので、まあ、マレーセントじゃないけど近い感じなので繁栄消去にすることは全然できるのかなって思いました。であと普通に D
ディアボロとのペアツムとかも、まあ、今後相当キャラ出してネタ切れになりかけたりとかした時にやってきそうなのかなって思ったりしました。はい、てな感じで今後マレフィセントは何体出るのって話でした。まあ、結論は元ネタがあるところからは、まあ、6体ぐらい、まあ、今後まだ出すことはできるのかなって思いました。まあ、今回のマレフィセントでね、強くないマレフィセントも普通に来るってなっちゃったので、まあ、期待は今後そんなしちゃダメなのかなって思いました。ということでチャンネル登録などもよければお願いします。それでは。